益ノ海関は5年間相撲という伝統ある国技で活躍し、厳しくも充実した日々を過ごしていました。引退後、相撲界では大変珍しいですが、大学へ進学され、教育学科で学ばれていらっしゃいました。学業の傍ら、大学の相撲部の稽古に顔を出すほど相撲を愛していらっしゃいました。今回はそんな益ノ海関が展開でも相撲が取れるように土俵をプレゼントするということを中心に式を組み立てました。土俵には本来稽古や本番中の事故や怪我がないように祈願し、沈め物を沈めます。今回は益ノ海関のための土俵ですので、益ノ海関のお好きだった食べ物を皆様に持ち寄っていただき、お供えしていただきます。それでは完成したばかりの土俵で益ノ海関に相撲を取っていただきたいと思います。益ノ海関の代わりに親方に塩で土俵を清めてもらいます。ありがとうございました。もう実際に取り組みすることはできませんが、前方のモニターで益ノ海関思い出の一番をご覧いただき、在りし日の雄姿を思い浮かべていただければと思います。 BGM はお好きだったゆずの栄光の架け橋です。どうぞご覧ください。成長ありがとうございました。最後に今一度黙祷を持って返式となります。式次第の説明は以上です。今回発表にあたり相撲のことを調べ直したところ、一つ一つの行為に意味があり、授業で習った新総裁に通じるものもたくさんあり、相撲が伝統ある国技であることを再認識しました。また益ノ海関が喜んでくれることは何だろうと考え、益ノ海関の相撲に対する姿勢や、それこそちゃんこの味も受け継いでいくことが一番なのではないだろうかという結果に至りました。これはどんな葬儀においても受け継いでいく思いがあるということに気づきました。直葬などが悪いわけではありませんが、こうして故人様を偲び継承していくことを忘れない限り、思いのこもった葬儀が変わらず続いていくと思います。
そして増野富士関が愛した国技相撲が今後も受け継がれていくことを祈ります。ありがとうございました。ありがとうございました。